新しい、ちょっとジンバルが来ました。これジンバル何代目だろうかっていうぐらいのものなんですけれども、これはスノッパとかいう、スノッパアトムとかいうやつで、まあ、このいわゆる折りたたみ式っていうのが、まあ、売りではあるんですけれども、まあ400何十グラムかな。その他に、まあ、結構いろんな機能があるんで、いいかなと思ったんですけれども、1万2000いくらでしたね。それでなぜこれスマホ用のジンバルにしたのかと言いますと、この新しいこのカメラ、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、あれ忘れちゃった。 P30、ヒューエーテックじゃなくて、ハーウェイ、P30、いろいろもトランプによってこう攻撃されたメーカーのところのスマホなんですけれども、これがですね、レンズがめちゃくちゃいいですね。超広角から望遠まで3つのレンズがありまして、それでもう本当にカメラのように使えるっていう、超広角が特にいいですね。今までこんななんだ、ワイコンとかつけたりとか、普通のカメラでもワイコンつけたりすると、結構大きく重いものになって、しかも高い高価なものになってしまいますけれども、これだと超広角、17ミリ相当と、26ミリ相当と、80ミリ相当ぐらいの3つのレンズが、まあ、ここにこう、こっちか、ついてるわけですよ。これがね、すごいですね。それで結構いい画質良くて、しかもこれは夜に強いんですね。夜景に強い、センサーが新しい、なんかセンサーを使ってまして、とても暗いところでも強いです。実際撮ってみてすごい感じますね。それで手ブレ補正も結構強力ですし、私今こうやって割と撮るようにしてるんですけれども、手ブレ補正強力ですし、それで雨、防塵構造なんで、ちょっとした雨でも大丈夫っていう、結構オールマイティーな、カメラとしての、スマホとしてっていうよりは、まあ、カメラとしてすごい、やっぱすごい優秀だなという気がします。しかもその撮ったものをすぐアップできる、あるいは生中継がこのままできるっていうことで、要するにニュース用とかにも結構いいんじゃないか。もちろん 4K、まあ、30p までなんですけどね、まあ、60p 撮れるのもあるんですけれども、まあ、ちょっと、まあ、しょうがないっていうか、そこはですね、まあ、そのうち 4K60p になっていくでしょう。で、結局これが6万いくらでしたか。もうね、ミラーレスの、ワイドレンズ1本分の値段で買えちゃうっていうところがあって、本当に、で、しかもこの薄くて軽い、これで旅行用にはこれ1つでだから済んじゃったんじゃない。この前旅行行った時も、この他に GoPro とオズモポケットと、あと360度カメラ、これ360度カメラってのは、これはもう全く別個の、なんていうか、新しい体験です。すごい面白いんですけれども、それは別として、あとなんだっけな、あとこれを持ってったのか。で、結局最後にやっぱこればっか使ってるっていう、ポケットにいつもね、入れといて、こうスッと出せる、取れるっていうのはやっぱすごい便利ですよね。で、さらにこれ、その良さに注目して、さらに普段の日常的なちょっとした撮影にも使えないかっていうことで、これをちょっと使ってみようかなってことで買ってみたんですけどね。これも、1万5000円ぐらいで、まあ、これはちょっと実は中古で1万2000円ぐらいだったんですけれども、注文してみました。どうするのかというと、なんかここら辺のロックを外して、プッシュしてロックを外して、それで、ここもロックを外すとか言ったの。こうやってロック外して、さらにここもロックを外す、こっちか、ということらしいですね。それで、まあ、こういうミニ三脚。昔のね、ジンバルはこのミニ三脚も使わなかったんですけどね。今はこう下にネジがついて、こう立つようになります。そしてどうすんだ？そしてこれをつけるんですけど、
まあ、ケースつけたままでいいのかな、どうしようかな。一応念のために外してやりますか。外しまして、よっ、ケースを外して、つけます。よっ、ある程度のバランスをどうやって取るんだ、バランスって。あ、言い過ぎだ。ある程度のバランスを取ればいいということなんですが、歩道でいいらしいんですけど、まあちょっとよくわからないと。ああ、なるほど。これもこう、どっちでもバランス取れるんだ。なるほど。それでもって電源を入れています。どうだ。これが、あ、こっちか。バランス電源入れて。それで、あれ、ちょっと斜めってないか、これ。おかしいな。斜めってますね。あとでキャリブレーションしましょう。それで、これのアプリがありまして、アプリ入れてやると、ペアリング、Bluetooth でペアリングができるはずです。今ちょっと多分ね、斜めってますけれども、これキャリブレーションしてやればいいはずです。それで、そう、いろいろあるんですね、実はね。これにしたのは、キャリブレーションどうしようかな。まあ、ちょっとキャリブレーション後でやりますけど、それ以上と伝えておきたいのは、これにしたの良い点は、どれだ、これかな。こういろいろコードは揃ってまして、ちょっと一応止めます。よ、一度バッテ、よ、一度外します。これがUSB コードなんですけれども、USB 2.0ですね、両方2.0なんですけれども、よいしょ、ここにつけて、片方をここにつけると、要するにジンバル側から給電されるわけです。そしてさらにこれで、あれ、これどこにつけるんだ、あ、これか。これちょっと、よいしょ、ここでいいのかな、これだよね。ちょっと待って、よいしょ、 USB をつけて、これで給電されることになりますのと、これがですね、実は、そしてこれ、マイクをここに1個つけます。そうするとですね、このマイクで、直接この方に、スマホの方に音声を行くという。今度はちゃんと行ったのかな？というふうになります。ちょっとやっぱ傾いてるね、キャリブレーションしないといけませんね。この多様性、このマイクでこっちへこうスマホでやれるってこととか、あとズームもどっかで聞くとか言ってたの、これかな。そうか、これはこっちのソフトを入れないとダメなんですね。なんだ、急に落ちた。 急に、あ、なんか落ちたら落ちたな、わかんないな。まあそんなことで、これからちゃんと設定し直しますけれども、新しい
です。重さはですね、スマホとこれ自体は 440g ぐらいかな。だから全部合わせて 600g ぐらいなんでしょうかね。で、600g ぐらいでいいんじゃないでしょうか。マイク、ここの部分もいろんなマイクとかワイヤレスとかも付けられますんで、多様性、音の関係もバッチリいけるはずです。で、ズームも、ズームっていうか、3つのレンズで撮れますんで、いいんじゃないかなと思っています。それでは以上。さて、実際にこれで、撮っていきたいところなんですけれども、暑いです。めちゃくちゃ日本は暑いです。ポルトガルから帰ってきて、向こうも暑いんですけれども、割と湿気がないんで、日陰入るとすごい涼しいんですけれども、こっちはもうめちゃくちゃもう暑くて暑くてやってられないですね。だからちょっと涼しければ、行ってみますけれども、ここで干渉するのか。これを両方うまい具合に、もっと線をうまい具合にやらないとダメですね。そうしないとぶつかってしまうっていうのはあるみたいですね。なるほどね。これ動きは独特ですね、このね、あのね。ということでした。以上、切ります。